はい、どうも、こんにちは、島です。はい、もなかいわです。はい、まあね、1週間明けまして、まあ、G1 のレースがね、やってまいりましたので、ね、予想の方を始めていきたいと思います。はい、本日ね、予想させていただきたいレースは、天皇賞春でございます。はい。京都のね、3200m の G1 ですね。はい。でもね、冠が、ね、天皇っていう、まあ素晴らしいね、他店のね、取れるレースでございます。ね、ちょっとちぐはぐしてて申し訳ないんですけども、ちょっと、なんかね、体調がね、あんまり優れてないみたいでですね。はい。なんか咳も止まらない原因がなんか鼻水からなんじゃねえのかっていうみたいな。まあ皆さんもね、ちょっと気をつけていただけたらと思います。はい。ではね、今回のレースの足切りデータなんですが、ちょっと2種類だけご紹介させていただきたいと思います。ちょっと数字を入れてないんですが、大体で聞いていただけたらと思います。こちらです。どうぞ。はい。まず一つ目ですね。馬体重プラマイ10キロ以上は NG。過去にですね、こちらのレース、プラス10キロ以上で勝ち馬が2頭いますが、基本的には NG です。特にマイナス10キロについては、NG です。今回ね、多分予想該当馬3、4頭かな、多分事前の馬体重見て10キロ以上になりそうなのは3、4頭かなっていうのがあります。はい。で、まあ、プラス10キロで勝った馬の特徴的なところを言いますと、やっぱりパドックで調子が前回のレースよりも良くなってたっていう部分がかなり大きいと思います。はい。もしね、10キロ以上で前走よりもね、調子が良く、まあ、ただね、2頭とも実力馬でした。はい。G1 の勝ち星がありましたし、はい。重賞ね、しっかり勝ってたっていう部分ですね。はい。実力ある馬に関して、好調に戻った場合のプラス10キロ以上は、まあ、OK。あとは全部、基本的には NG になります。はい。次ですね。はい。次、7歳以上で、前走5着以下。該当馬がね、何十頭かあって、10年以内の話なんですが、1頭だけ3着に入ってるっていう感じでしたかね。はい。まあただね、今回もね、含まれて、ここはちょっと足切りでしっかり切ってもいいのかなっていう部分で、はい。まあ切らせていただきます。はい。ではね、足切りデータの方終わりまして、じゃあ予想の方入らせていただきます。はい。私の本命ですね。はい。本命は1番の北三ブラックを上げさせていただきます。前走大阪杯2着ですね。まあ前々走は去年の有馬記念3着でございます。はい。まあね、まあ、一番手に挙げた理由は今言わずのままですね、去年の菊花賞の勝ち馬っていう部分なんですが、こう血を超えたね、こう走りを見せたっていうのはね、大きいのかなっていう部分と、まあ、前走ね、まあ、逃げて負けてはいるのですが、あ、全然、いいと思います。はい。そんなにね、気にするほどではないと思うので、本番はね、ここの天皇賞になるので、まあ、ここをめがけてたので、いいステップで踏めていけてるんじゃないのかなと思いまして、まあ、枠もね、高枠、1枠1番の枠なので、いいのではないかと思いまして、1番手に上げさせていただきました。はい。まあ、調教もすごく良かったっていう、まあ、のは見ましたけども、まあ、実際ね、動きも、を見てないので、まあ、ちょっとよくわかんないですけども、まあ、軒並みね、新聞各社、いいっていう評価を上げてたみたいですね。はい。続きまして2番手ですね。対抗、ですね。はい。8番のシュバルブランを開けさせていただきます。はい。シュバルグランですね。はい。前走が阪神大賞典1着、前前走が日経新春杯2着ですね。はい。前走の勝ち方は素晴らしく強い勝ち方だと思いました。はい。本当に強いなと思いましたね。はい。ここに来てね、今までずっと500、ね、去年まで500万下だったのが、一気にこう上がってきたって感じですよね。はい。今年の、まあ、結構いい馬なんじゃないのかなっていう。まあ、人気もね、今3番人気とちょっとやっぱね、前走がね、結構強い勝ち方を見せつけてるので、まあ、
ここでも人気してるのかなっていう感じですかね。はい。調教も、まあ、前走よりもね、前走と同じぐらいの維持をしているということみたいですね。なのでね、まあ、勝ち負けできるんじゃないかと思い、2番手に上げさせていただきました。はい。続いて3番手ですね。17番のゴールドアクターを上げさせていただきます。はい。前走がね、日経賞。前々走が有馬記念1着ですね。両方とも1着で、ですね。はい。で、まあなんでこれ上げさせていただいたかって言いますと、まあ前走の有馬記念も含めて、まあここ、まあ連勝街道でここ来てはいます。ただ、ちょっと3番手に下げた理由の一つは、まあ大外枠に入ってしまったのと、もう一点、2500までが限界なんじゃないかな、距離はっていう。3200はちょっと長いかなっていう。まあ実際問題、菊花賞を3着になってるんですけども、結構タイム差がね、はい、あるので、1着と。まあ、さすがにちょっと厳しいんではないかと思っております。タイム差もね、着差 0.7 あるので、まあ、距離的なところでは、さすがに、失礼しました。長いかなって思い、3番手ですね。ただね、今やっぱり油に乗ってる馬なので、まあ、まあ、勝ち負けは厳しいかなと思うので、まあ3着ぐらいはサクッて入ってきてくれるんじゃないかと思い選ばせていただきました。はい。最後ですね。はい。4番手、15番のサウンズオブアースを上げさせていただきます。前走が日経賞2着ですね。前々走が有馬記念2着って感じですね。はい。まあ、普通に考えて、この馬の方が、まあ、あれですね。先ほど言ったゴールドアクターよりも距離は持つと思います。はい。まあ、全然ね、ここ天皇賞。去年のね、天皇賞が確か9着かなんかだったんですよね。はい。まあまあまあ、去年のちょっと度外視して、まあ今年、はい。いう部分で、はいけるんではないかなと。思ってますね。はい。まあ、ただね、っていうとこですよね。まあ、調教自体もかなり調子がいいみたいなので、はい。まあ、ここをちょっと信用して4番手に上げさせていただいたような形です。はい。で、ちょっと予想終わりまして、次ですね、改名ですね。あ、すいません。失礼しました。はい。改名は、今回3連単の2等軸マルチで買わせていただきます。1と8を軸にしまして、17、15、追加で5と10を買わせていただきます。6、4、24点買いですね。はい。まあ、追加で買うね、フェイムゲームと、アルバートですね。はい。まあ、フェイムゲームはね、別にそのね、皆まで言うまでもないと思うので、まあ、ここはまあ置いときまして、去年も2着してますからね。はい。なんで、そこはちょっと、まあちょっとスルーしまして、はい、まあ10番のアルバートっていう部分ですね。はい。まあ前走日経賞、まあ4着、前々走がまあ有馬記念11着ですね。はい。まあ距離的な面は問題ないですね。去年のステイヤーズステークスをまあ勝ってますので、そこに関してはあんまり問題ないかなっていう部分ですね。まああと、まあ前走ですね、はい、日経賞、展開がねつかなかったのかなとは思いつつも、まあ、ここはしっかりと、もしかしたら自分の競馬できたら、チャンスも向くのではないかなと思い、ちょっと選ばせていただいております。はいですね。はい。まあ、あとね、もう一頭もし上げるとするならば、ちょっと穴目で買いたいなと思うのが、14番のサトノノウレスですね。はい。結構面白い馬なんではないのかなと思うんですが、はい。前走の中日新聞杯1着、前々走が日経新秋杯3着ですね。はい。まあ、結構面白いところなのではないかなという部分で、はい。まあ理由としては、前走も前々走も、やっぱり58キロトップハンデを背負って、レースに挑んでるっていう部分ですね。はい。なので、その中でもね、前走その1着、まあ相手が弱かったっていうのは確かに事実としてあるのですが、はい。
まあ、あと血ですね。まあ、ディープインパクト産駒っていうところも、ちょっと面白いのではないかなと思いますね。はい。もしかしたら、3着ぐらいまでは、結構面白く入ってくれるんではないかなと思い、選ばせていただきました。はい。の、まあ、追加で買うんであれば、さらに14番入れて、5点の30点買いですかね。はい。で、買わせていただこうかなと思っております。はい。はい、まあ、これでね、ちょっと予想と買い目の方終わりですね。はい。まあ、録音してるのが、まあ、今日土曜日のですね、青葉賞終わった後の感じですね。はい。ダービー前の前哨戦ですけれどもね、なんかちょっとね、僕的にはあんまり面白くなかったかなっていう、はい。今年も、あれなんかなとか思いながらも、はい。見てましたね。はい。まあそんなこんなでね、ちょっと締めさせていただこうかなと思います。次の G1 が、NHK マイルカップですかね。はい。でいいんかな。はい、来週ですね。まあ来週も時間あれば、ちょっと録音して、またね、発表させていただきたいと思います。はい、長々聞いていただきありがとうございます。参考にしていただけたら幸いです。ありがとうございました。